初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。少女とロボット4話目ボス戦行きたいと思いますよ。はい、なんか変な魔女みたいな敵が出てきて、それと戦っております。で向きをですね変えてやらないと。どこにいる？はい、あれ？1個しか盾は出ないのね。じゃあね、ちょっとこっちに戻って、戻らなくてもいいのか。このキャンセルモーションはちょっと面白いんですけどね。あ、やばい。やばい。これ通れない？あ、通れない。やばい。やばい。やばい。これやばいぞ。一回こっちに出て、これ出た場合どうなるだろう。やばい、これ。あ、ごめん少女よ、ごめんよ。よいしょ。どっち向いてんのかわかんないけど、とりあえずこっちに向けておこう。で、押して、はい、やっぱこっち側ちょっと向けたら危ないですね。通れなくなっちゃうんで逃げ道がないんですよね。こっちか。
危ない。はい、一発目。さあ、どこにいるかな。いた。ここで寝てるのか。こっちに誘導させて、はい、うわ、はい、あいつ落ちたよ今あいつ落ちたよ。落ちたのにありですか。死なないんですか。あいつは大人だからですか。大人だからですか。大人だからなんですか。死なないのは。見てたっけ今。今度こっちか。危ない危ない。あ、そっか、後ろから狙わないとダメなのかな。どこだ。あ、でも、でも光ってないよね後ろ。回復しに行きます。なんでだ。はい、頑張ってね。よいしょ。
で正面に向けるように。でもどうなんだろう、終わっちゃいい。で、お、歩くの速くない、速くなってないですか。あ、やばい、結構は歩くの速くなってないですか、おばちゃん。おばさん、おばさん、ちょっと足速くなってないですか。ちょっとおばさん、足速くないですか。やばい、うそだし早くなってるね。これで2発目。おっと、いけ、こっち行っちゃいけ、危ない危ない危ない。おー、後ろに来てる。
れ落ちた？あんた落ちた？あんた落ちたやろ。ちょっと足早いよ。落ちてるね。またあまたそっちからかぶる。ちょっと怖いがな。自分が落ちそうだわ。あーダメ。ではこいつをした後にこれを置くと、やばい、危ない。おう、ではこの中に隠れたいと思います。2発目はね、軽々といけるんですけども、3発目がね、なかなか難しいんですよね。危ない。早いな、歩くの早いな。よし、間に合う。よっしゃー、3発目は間に合うのか。どこだ、どこだ、あれどこだ、いた。痛い。
あ、こっちに来られちゃまずいわ。ミスター早いな歩くの。そろそろ倒れてくれていいんじゃないかなと思うんだけど。よっしゃー、倒した。え、おじいちゃん、あれ歩いていくの、走っていかないの歩いて行っていいの、大丈夫かい。あ、回復してる。ちょっと不安なので先に行かせよう。いや、やっぱもうちょっと言う。ここら辺はどうなんだろうな。もう結構来たよね。いやー、長い戦いだった。まだこう地下道的なのがあるの？ちょっとここらに下ろしといて。大丈夫？わあ、今度は遺跡系ねお城とか町が終わったと思ったら遺跡ね。はいはい。そろそろ終わろうかな。いい感じなんでね。はい、景色もいいんで。はい、ということで、今回は無事ボスを倒したんで、この辺で終わりたいと思います。それじゃ、またねー。